青春の痛みと希望を透明感あふれる切な系ボーカルとソリッドなギターサウンドで描く Shake My Days のセカンドアルバム、ソレノイド、ただいま好評発売配信中。バームトーンレコーズ。青春ライバル物語ビッグフォー編、1973年前編。さてここからの時間は青春ライバル物語シリーズです。ただいま現在ビッグ4編ということで、つまりはですね、布施明、森進一、沢田研二、五木ひろしと、この昭和を代表する男性ソロシンガーデビューがほぼ、年が、ね、まず年齢がほぼ一緒、ジュリーだけが学年で1個下です。そしてデビューの年もね、まあ、布施明が一足早かったんですが、大体ね、もうその1、2年後ぐらいには全員ソロでデビューしているわけですよね。つまり同じ時期にデビューして、でもジャンルはそれぞれ4人ともちょっとずつ違うと。まあ、大きく分けて、布施明、沢田研二のポップス組と、五木ひろし、森進一の、まあ、演歌組と分かれるわけですけれども、それぞれの中でもちょっとずつ違うわけですよね。で、それでいて、それぞれにヒット曲をね、連発し、なんとそれぞれ4人ともレコード大賞を受賞するというね。後にも先にもこの4人しか成し遂げてないわけですよ、そんなことは。そして、ね、60年代にデビューし、70年代、80年代、90年代、そして現在に至るまで現役で、今なおね、ライブ活動、そしてレコーディングね、楽曲リリースのも続けているというね。まあまあ、言えや、一口に言って化け物ですよ。他にはもうちょっと見当たらないですよね。もちろんそのね、同じ時期にデビュー、あるいはもうちょっとね、先にデビューした、もう先にデビューした人でもうで現役ってもういないんじゃないですかね。布施明より前にデビューして今も元気でもいないですね、多分男女含めてね、ね、そのちょっと後でももういないですよね。それぐらいで、ね、もう本当にちょっと軽有な存在なわけです。でその4人の足跡をですね、まあ今だからこそちょっとね、はっきり、なんていうか学んでいこうということで、1965年にね、先にデビューした布施明からスタートしまして、シングルレコードのリリース順に全曲聴いていくという、時系列で聴いていくという、そんな試みです。しかもね、4人の楽曲を時系列並べて聴いていくので、まあ、例えば布施明のファンは布施明しか大体聴かないじゃないですか。森進一のファンは森進一しか聴かないじゃないですか。でも横で並べて聴いていくと、その時代のね、変化とともに、どんな風にしてそれぞれが自分たちのスタイルを確立し、時代の流れ に乗りながら、あるいは逆らいながら、浮き沈みを繰り返しながら成長していたかというのが分かるんじゃないかということでね、このライバル物語シリーズをやっているわけですね。そんなわけでして、1965年からスタートしまして、68、65、66、67、68、69と、60年代をやりました。まあ、60年代はね、まあ、ビートルズもやってきたということもあって、2人もね、4人とも大体まだ10代でしたからね。うん、まだ若くてね、息もよくってと。五木ひろしだけがなかなか売れなくてね、名前をね、なんとか変えるということをしてたわけですけど。70年代に入ってちょっとずつ時代の流れが変わってきます。まあ、いわゆるロカビリーとかね、まあ、ムード歌謡のね、まだまだ走り立った頃、全体的に若々しかったわけですけれども、そこからね、ちょっとずつ、まあ、フォークの時代、そして演歌もね、こう、ちょっと下町演歌というか、そういうことが流行りだし、そんな中で、自分たちもね、経験も積んでいき、実力もつく、でも、時代は、ね、もうちょっとこう、素朴なものを求めていく、ね、フォークというのは、四畳半フォークとか、ジョジョハフォークというのがそうでしたからね、そこの葛藤ですよね。で、70年代に入りまして、72年までやりました。ジュリーの方はまだ、タイガースが解散した後ソロデビューもしつつ、ピッグというグループもやっております。布施明の方がね、ちょっとまあ、方向性に悩んでるかなって感じですね。森進一はね、先に一投先にヒット曲を連発して1位を何度も取りね、上位ね、出せば必ず売り上げ上位3位5位には入ってくるというだったんですが、70年代に入ってちょっとあの名曲ね、代表曲おふくろさんをきっかけに売り上げが下がっていくということが起こりまして。そして、五木ひろしは72年に、五木ひろしという名前で3度目のデビューをし、そのデビュー曲行ってね、横浜黄昏がね、大ヒットをして、一気に、それまでのね、低迷をこう覆すかのような大進撃、快進撃をね、繰り広げるわけですね。まあ、そのところまで話が来ました。今回は1973年です。
72年の前回はですね、五木ひろしがね、待っている女、それから容疑者の女というね、なんか演歌ロック、ロック演歌みたいなことをやっておりまして、森進一が、ヒット曲もやりつつね、6位の鳩場町みたいな曲もあるかと思えば、18位、旅路の果てにみたいな曲もあるとかね。で、五木ひろし、そして、布施明が低迷しておりますね。やっとその、なぜという曲がね、まあ、12位のヒットだったんですが、その他の曲は、なんかまあ、20位とか30位とか、そのあたりね、うろうろしているということでして。で、そんな中、今回は、まずは年またぎの曲から行きましょう。1972年の11月5日にリリースされた、この曲から、今回はスタートでーす。百里千里を歩いても歩くだけでは能がない、ましてヤクザなジンギザか、広い世間を狭くして、どこに男の、どこに男の明日がある。さあ、こちら五木ひろしです。旅ガラスということでしてね、11月5日リリースです。あれありゃね、なんかちょっと今までなんかね、ずっとどっちかといえばモダンなポップス演歌を歌ってた五木ひろしがですね、何これと思ったら、これはね、まあ企画もなわけですよ。ね、当時のね、何ですか、長谷川新シリーズという、つまり、時代劇のこう短編連作集みたいな感じで、その代表作は靴掛け時次郎というね、もうあの有名な瞬き物ですよ。そういうのを、まあ一話完結の時代劇をやっていくシリーズの中の主題歌ということで、まあだからまあそれに沿った瞬き物ですよね、の仕事がまあ五木ひろしのところに来まして、リリースされたということでね、藤田雅人、遠藤実というね、それまで五木ひろしの中にはまあシングルにはなかったラインナップですよね。そこも面白いですよね。まあでもいつも言いますが、この当時70年代とか、まあ80年代までもそうですけど、こういうテレビの主題歌というのはそれぞれのレコードリリースからはイレギュラーの存在なわけですよね。だから あんまりプロモーションもしていないので、この人気の、ね、爆発していた五木ひろしですが、この曲は 15.9 万枚で最高位は19位ということでね。まあそれでもですよ、それね、自身のリリースの合間に出してもそこまで売れるということは、それはそれですごいアーティストパワーですよね。全然売れない例がなんていくらもありましたからね、テレビの主題歌といえどもということで、五木ひろしの旅ガラスでした。続いていきましょう。11月の21日にはこんな曲がリリースされます。
さあこちらです、ピッグです。初めての涙ということでしてね、まあ初めて聞いた方もそれこそ多いんじゃないでしょうかね。先ほど言いました沢田研二でジュリーはタイガース解散後、まあソロデビューの話が、ね、来るわけですけど、本人はバンドがやりたいということでこのピッグのねプロジェクトに誘われて乗っかるわけですね。つまり、スパイダース、タイガース、テンプターズと人気グループから2人ずつメンバーが集まりまして結成されたグループです。特に、ね、特徴はボーカルがジュリーと証券という、ね、2大スターが入ったツインボーカルのグループということでね、まあ、話題にはなったんですが、いろいろ反発も多くてね、波には乗れなかったわけですね。そんなにシングルも売れず、アルバムも1枚しか出せず、コンサートでは、石投げられて、球投げられたりということでね、もう大変だったことですよね。で、そんな中で、でも、その、自分たちのやりたいね、ロックをやりたいという思いは強くて、なんとか続けていくわけですが、まあね、こう話題にならないと、事務所とレコード会社はね、そんなことでもジュリーソロで出して、やらせようということで、まあジュリーはソロでヒット曲を出し始めるわけですよね。ということで、これがピッグとしてのラストシングルとなりました。で、これ聞いていただいたらすぐわかるように、これビートルズの、While My Guitar Gently Weeps というね、あのホワイトアルバムに入ってるあの曲を、ね、下敷きにしていて、まあ、あの曲をやりたいというところで作られた曲ですよ。そんなは、ね、たくさんあるんですよ。あのそれぐらい「While My Guitar Gently Weeps」は、まあ、ある種当時でいうとすごく斬新かつなんかできそうな気がするとかやってみたくなるというね、マイナーで始まってサビで主張転調するというねやり方なんですけど、をやっておりましてね、非常に面白い曲ですけれどもね、残念ながらチャートには入りませんでした。だから売り上げデータとかありません。そしてシングルとしてはこれを最後に、まあ、解散宣言はしていないんですけれども、ピークとしてのリリースはなくなります。そしてそのメンバーは、ジュリーのバックバンド、または証券のバックバンドという形で、活動していくわけですね。はい。ということで、まあ、これでピッグとしての、こう、シングルリリースはこれでおしまいとなりました。さあ、そんな中で年が明けます。73年の正月、1月1日にこんな曲がリリースされまーす。悲しく聞こえる星もまばらな夜、なぜか遠い道、いつもなら自然に繋ぎ合うてとても途切れがちな愛、こちら沢田研二です。あなたへの愛ということでね、正月リリースです。ね、ジュリーね、まあソロデビューをしまして、2曲目に出ました、許されない愛が、まあ大ヒットベストデビューを果たすわけですね。その後も、その路線でね、あなただけで死んでもいいというね、熱烈ラブソングですよ。それをこう、ちょっとロックのね、あの、当時のニューロック、ブルースロック調の伴奏に乗っけて、バンドサウンドに乗っけて歌うということで、ね、人気がね、また沸騰したわけです。まあそれが3曲続きました。ね、まあそろそろパターンを変えようということで、この曲ですね。まあ、いわゆるメジャーコードのバラードで、そんなこう、ね、ロック的な激しさは一旦置いといて、まあ、端正なバラードですね、まあ、ジュリーの甘い声を生かそうということで、まあ、作曲人は安井和美、加瀬邦彦という、ね、当時ジュリーをプロデュースしていた皆さんですよね。だから安井和美なんかが、ね、やっぱり、ね、女性ですからジュリーの魅力が一番分かってるわけですよね。こんな風な歌を歌ってくれるとキュンキュンするわみたいな歌詞を書いてるわけですよ。で、加瀬邦彦はこのあたり得意ですよね。もともとワイルドワンズでグループサウンズの中で曲を作っていた方ですからね。ちょっとこう、オールディズポップスっぽいテイストと、ちょっと格調の高さがあってね。これこそが多分その当時、周りがね、レコード会社をはじめ、プロダクションとか、
もしかしたらファンの方も望んでいたジュリーのスタイルなのかもしれないですね。ただまあこの手のバラードはね、そんなに大きな人にはならないというのが僕のまあ なんていうかこういつも言ってるね定説ですので、この曲としては 22.5 万枚で6位です。でもまあね、あなただけでいいと同じぐらいですから、まあ、このあたりがジュリーのファンの固定ね、ファン数字をがっつり掴んでいってるという感じですよね。はい。さあ、そして2月の10日にはこんな曲がリリースされまーす。その時あなたは泣いていた。誰にも言えずに泣いていた。愛をなくして旅に出たのか。岬の外れに一人佇み、何を思うのか、波間を見つめながら、死んではいけないよ、いけない。すごい歌詞ですよね。布施明です。その時あなたはということで2月10日リリースです。さあ、布施明ですよ。この時期ね、70年代に入って、まあ、歌唱力があるので、熱唱系の曲ね、歌の実力ね、本当に 100% それ楽曲を歌って、ね、代表曲もある、例えば、あの冬の停車場とか、愛は不死鳥とかね。でも、ああいうのやっぱ売れないんですよ。やっぱりなんていうかこう、ちょっと聴く方がお腹いっぱいになるので、ねえ、セールスとしてはそんなに結びつかないと。で、そんな中で、じゃあ、ということで、布施明のね、初期のヒット曲を連発していた平正明が再び登板するわけですね。まあ、愛のそのとか恋とか、ああいう感じの曲ですね。ということで、発注を受けて、そんな曲をまあ、歌うわけですけれども、これも平正明作曲なんですよね。だからまあ、平正明節が随所にあってね、布施明の声にもよく合ってると思うんですが、なんかそれでもね、やっぱりちょっと前回も言いましたが、霧の間修子のこうイメージから抜けきれないってないというか、だからこれもそうですよね。でもやっぱ時代的にそういう大げさ、こんな大げさな、言うたらちょっとね、ちょっとリアリティにまあ欠けるわけですよ、大げさすぎて。ともっとね、なんかおでん買ったとかね、その芋をとよとか、あなたはもう忘れた歌詞や横丁のフレア行ったとか、そんな歌詞の曲が流行ってる時にこれはちょっと大げさやろみたいなところあったんだと思うんですよ。で、この曲も結局 3.6 万枚で最高位は52位です。いよいよですよ。これ、布施明まずいなぁと、こう、ね、狙いがやっぱりこう外れていってる感じ、時代と合ってないな、だからセールスに見つかないなというのはやっぱりこうみんな危機感を覚えると思うんですよね。はい。さあ、そんな中で2月の15日にはこんな曲がリリースされまーす。屋根を濡らして雨が降る夜の新宿駅裏を消えたネオンの残り火受けて傘も差さずに帰りを急ぐ女泣かせの女泣かせの走り雨
はい、こちら森進一です。夜の走り雨、2月15日リリースですね。さあ、70年代入ってからの森進一ね、おふくろさんが、まあね、さっきも言いましたが、セールスに つかないと、そこがちょっとケチがつき始めまして、ベストデン流逃す曲が出てくるわけですよね。まあ、それでもね、2曲ぐらいはベストデン入り曲もあるわけですけれども、この曲は 14.1 万枚で13位です。だから、なんとなく森進一の固定ファンがこのあたりって感じにまで下がってきたわけですよね。だからそれ以外の、こう、新しいファンというか、ライト層はちょっとつかめてきれてないなと。何が悪いってわけじゃないですよね。だから森進一の特徴である、あのオーバーアクト的な歌い、オーバーアクト的な歌い方は先ほどのフィサギラと一緒で、ちょっと時代に合わなくなってきている。なその代わりにどうするのかですよね。で、片や、まあ、森や市木ひろしがああいうちょっとね、あの、まあ、都会的な歌い方で人気を博している。だからそっちにも行くのかどうなのか。で、これなんか割と演歌の路線ですけど、やっぱり初期の頃の森進一の、ね、大げさな、ね、あの歌い方はちょっと抑え気味してますよね。だから聞きやすくはあるし、別に悪くはないんですけど、これ別に、他の歌手が歌ってもいいんじゃないかみたいなところになるんだと思うんですよね。そこはちょっと森進一とここが課題ということでして、ちょっとね、まだなんか伸び悩んでるというか、ぼやっとしてる感じがしますよね、はい。そして3月の25日にはこんな曲がリリースされます。した影ひとつ、ランプも暗い泊まりの片隅にそっと名前を書いて泣く。流しのお兄さん、どうぞやめてよ、その歌はあの人好きだった縁かぶし、さあ、こちら五木ひろしです。霧の出船ということでしてね、3月25日リリースです。まあ、先ほどのテレビ主題歌旅ガラスから、まあ、ちょっと元に戻った感じですよね。山口洋子平正明コンビで、まあ、ずっと初期のね、あの横浜黄昏以降ずっと来てるコンビでして、まあ、こちらもね、もう平正明節でね、ですね。ですが、まあ、この曲なんですが、売り上げが 23.3 万枚、最高位は13位ということです。まあ、先ほどの森進一と同じね、最高位は13位ですが、ただ売り上げ枚数が、まあ、倍とまではいかないですけどね、1.8 倍ぐらい五木ひろしがやっぱり多いわけですね。だからこの辺の、まあ、五木ひろしのその固定ファンというのはもうちょっとこういうサウンドを受けてるんですけど、まあ、若干それまでの、横浜黄昏とか長崎から船に乗ってるの、あの、ああいう感じのインパクトがちょっとないので、多分ちょっと最強へ伸びなかったんじゃないかなという気はしますね。ただ売り上げ枚数的にはこの頃のね、その4人の中でもやっぱり群を抜いておりますので、やっぱり五木ひろしが一歩ね、この時期、リードしているということでして、このまま73年の、ね、中盤戦に行きます。今回73年も前編中編後編と3回に分けてお送りしますので、ご楽しみにしてください。面白いと思った方は高評価ボタン、そして忘れずチャンネル登録をお願いします。いよいよ迫ってきました、もう見ゆりなの5月12日の、ワンマンのね、まあ、宣伝も書いておりますので、ミュージックビデオをお聞きいただいて、ぜひ、ね、よかったら見に来て、ください、お越しください。金曜日のラジオ大阪、僕の番組の情熱の羅針盤もよろしくお願いします。それではまた次回。笑顔がある